マンチュのロック、ハイサイクスするよ。マンチュのロック、ミフテンルーズ。マンチュのロック、マジュリチュンド。マンチュのロック、オーバーディアソー。サムワンスカレーマヤガマラ。ハイタイ。さあ、毎年8月は観光月間です。沖縄を訪れる観光客は国内客、海外客ともに5年連続で過去最高記録を更新し、たくさんの人が沖縄を訪れています。そこで今日のテーマはこちら、誰もが楽しめる優しい観光地、沖縄県を目指して。県では平成19年、全国に先駆けて観光バリアフリー宣言を行い、高齢者や障害のある方、妊娠中の方、小さなお子さんを連れている方、外国の方など、沖縄を訪れる全ての人が楽しめる優しい観光地を目指しています。そしてその取り組みの一つに、沖縄観光バリアフリー推進事業があります。こちらは先日、沖縄産業支援センターで行われた観光バリアフリーセミナーの様子です。主に観光に携わる事業者などを対象に、高齢者と障害者の受け入れや対応方法のポイントを講義と実践を通して半日かけて学びました。実践ではご覧のように、高齢者や障害者にかかる体の負担を疑似体験することで、当事者の気持ちに寄り添ったコミュニケーションや配慮の仕方などを学びました。参加した方に感想を伺いました。体の不自由な方だけじゃなくて、赤ちゃんだったりとか、そういう部分に対するその考え方っていうのはちょっとためになったなっていう部分と、私たちもこういうことができますっていう社会にしないといけないんじゃないかなっていうのが個人的な感想です。車椅子の貸し出しは1回ちょっと利用させていただいたことがあって、いろいろと勉強になって、今後活かしていけそうなことがたくさんあったので参考になりました。この日の講師を務めたのは、NPO 法人バリアフリーネットワーク会議の代表、親川治さんです。今後、沖縄のバリアフリー観光に望むことは何でしょうか。はい、県民とかですね、観光客の区別なく、様々な障害を持つ人たちが、誰もがですね、常に快適に過ごせる観光地を目指すということで、大切なのはバリアの存在について正しく理解することだと思っています。ですから、みんなで考えて工夫をして、誰もが楽しめる真の優しい観光地の実現につながることを望んでいます。また来年1月までの期間、観光事業者を対象に専門家や当事者を企業に派遣する沖縄観光バリアフリーアドバイザー派遣事業を実施して、受け入れ体制の整備を進めています。詳しくは観光バリアフリーポータルサイトをご覧ください。さあ、誰もが楽しめる優しい観光地づくりには、こうした取り組み以外に、私たち県民一人一人が思いやりの気持ちを持って接することも大切ですよね。もしも困っている人を見かけたら、県内のご覧の2カ所に障害者・高齢者観光案内所があることをお伝えください。続いて県からのお知らせです。県では一定の要件を満たす一人親家庭の高校生を対象に、バス通学定期券などが割引購入できる実証事業を始めます。詳しくはご覧のところまで。県では輸入食品についての安心安全講習会を8月29日水曜日に実施します。詳しくはご覧のところまで。一般財団法人消防試験研究センター沖縄県支部では、平成30年度第2回危険物取扱者試験を9月30日日曜日に実施します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひここチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デイビル。